ドレミドミドミャオ、アニョハセヨ、ミャオミダ、こんばんは、ミャオこと宮崎美穂でーす。はい、というわけでちょっと今日はね、皆さんにちょっとご報告動画というか、まあ一つお話ししない、したいなっていうね、ことがあるんですけど、なんと実は今年の4月9日に行われた韓国語能力試験を受験しました。いやまあいろいろね、このミャオチャンネルでもいろいろ韓国語のね、勉強方法とかご紹介したことあると思うんですけど、なんといっても私なんか塾とか学校に通ったことがなくて、もう本当に独学で韓国語をね、勉強してきたので、ちょっとなんか自分の実力を確かめたいじゃないですけど、今までその試験とか資格を取得、その韓国語で取得したことがなかったので、今回はねちょっと思い切って受けてみました。そうで、まあまあいろいろ大変だったんですけど、なんとですね、この韓国語能力試験の結果が先ほど出ましたということで、ちょっと皆さんにお知らせしたいと思います。結果は合格しました。よかった。やばいですよね、これ。トピック合格したんですけど、まあ皆さんね、トピックを受験したことがある人ならちょっとわかると思うんですけど、1級から2級が初級の方、3級から6級はもうまとめてみんな一緒に受験するんですけど、今回ですね、私合格しまして、なんと無事に3級を取得することができました。よかったよかった。はい、まあちょっとね、目標は一応4級を目指してたんで、まあちょっと及ばずというところではありましたけれども、なんと言っても合格には変わりないので、まあ、ひとまずね、ちょっと良かったなっていうご報告でございます。で、まあ、ちょっとね、あんまり、こうやって話してるだけでもね、本当なのかとか言われそうなんで、ちょっと、こんな感じです。こんな感じです。こんな感じでね、はい、ちゃんと合格表をね、いただきまして、一応点数はですね、300万点中の、132点で、3級合格ということで、120点以上でね、3級合格になるんですけれども、今回、この受験するにあたって、私の勉強をサポートしてくれたのが、ジョン先生なんですね。ミャオチャンネルでもね、以前動画に出てもらった、売りアカデミーのジョン先生なんですけど、もう本当に勉強全然してなくて、でも、試験1週間前とかに、先生、助けてください、もう1週間後に試験がありますって言って、もう連絡して、もう本当にいろいろサポートしていただいて、もうありがとうございました。ちょいちょいもちろんね、通ってはいたんですけれども、この試験の授業っていうのをね、しっかり今回サポートしてくれたのがジョン先生で、もう本当にありがとうございました。もう本当わかりやすかったんですけど、受けてみての正直な感想は、本当に手応えがなかったんですよ。あ、もうこれやばいなと思って。しかも結構パニクっちゃって。まあ、リーディングとライティングとリスニングがあるんですけど、とにかくリスニングの試験は、1回しか読んでもらえない問題もあるんですね。だから、って言ってる間に終わっちゃうみたいな問題が本当に多くて、まあ自分の準備不足でもあったんですけど、なんかこう、ちょっと焦っちゃって、なかなか自分の本領発揮できなかったなとか思うところもあったんですけど、リーディングとライティングとリスニングで、まあ一番点数が良かったのはリスニングだったんですよ。これからね、トピック受けますっていう方にもね、ちょっと一言ね、言いたいのは、もう本当にトピックは過去問が命です。もうこれ本当マジで。過去問をとにかく解いてください。なんて問題形式とかがもう本当にそのまま出るし、やっぱこう、ずっとね、もう全世界でやられてる試験なので、この問題形式は変わることがないので、とにかく過去問で、いろいろこの問題形式を自分の中で整理しておかないと、本当パニクっちゃうなと思って、まあ私も本当に、ね、ギリギリまで勉強しなかったし、その試験のね、勉強してなかったし、
ちょっとパニクっちゃったところもあるんで、でもなんか今回ね初めて受けて、まあ、どういう感じっていうね雰囲気をつかめたので、次はね4級にね挑戦したいと思います。そう、ちょっと皆さんに言いたかったんで、とりあえずトピック3級をね取得したので、プロフィールとかにね書きたいと思います。今後もね韓国語の勉強は続けていく予定ですので、いろいろね皆さんの力になる情報だったりとかを発信できるように頑張りたいと思います。というわけで今回は報告動画でございました。皆さんこの動画が良かったら、高評価とグッドボタン、一緒だグッドボタンとコメントぜひ残してください。クローン이만안녕